のちょっと復習をやりたいと思います。はい、早速も実演しながら説明いたしますと、左足に高く立ちまして左に低くなります。こうしますとですね、自分に対して骨盤は今、自分から見て骨盤は今左40、斜め45度に向いているはずなんですね、今ね、こっちで、そのこっち向いたまま右足をバックするんですけれども、右足バックした時にこの骨盤は、45度左向いたままじゃないと困るんですね。これがですね、どうしても右行った時にもういきなり骨盤がこう右の方にこう開いて、右にこっち向いて休めとしてこうなっちゃうケースがね、やっぱりまだあるんですよね。ですから、このままね、バックする、それをですね、今日はですね、やりにくい人のためにこの右足をね、内股に、右足を内股についてください。こういう風に内股につくね、右足を、要は内って、まあ、ね、今1回でいいですけどね、右足をこう内側にこうつく。そうしますと、こういう風にね、足がこういう風に、こう右足ね、こういう風にこうつけてるはずなんです。そうすると骨盤が左向いたままバックできると思いますので、とりあえずね、右足を内股にしてついてください。もうできる人はね、別に、ね、足まっすぐで全然 OK なんでね、要は骨盤が開かないように置いて、そこからですね、今度ぐーっと、コーナーはもう今まで、ルーバーの動画の中で、言ってます。この後はまたね、休めの姿勢を右で取って骨盤を右に向けて、まあ、前に行くんですけども、今日はバックベーシックという観点でいきますと、骨盤が開いてバックしがちな人は内股にこう足をついていってください。右足内股、このままバック続けるんであれば、こう今度はこっちこう内股にね、こういう風についていくと骨盤が開かずにバックできるんで、ちょっとこうイメージトレーニングといいますかね、できると思いますね。はい、それが慣れてきたら、まっすぐ足をこうつくようにしていけばいいんじゃないか。まっすぐ足をついたところで骨盤は、開かないと、こういうことですね。ですから今日は内股についてね、この、骨盤が開かないイメージというのをつける、ちょっとことをやってみていただければと思います。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。